川端ですよろしくお願いします。今回は放物線に関する問題を解説していきます。海高校ですはい問題の条件としてはですね、y=x2 乗があって、正三角形 abc があって、その時のね、えー、正三角形の一辺の長さを求めろという問題ですけれども、これですね、a も b もね、これ c も座標が分かってないんですよね。でじゃあ座標が分かってないときどうするか分かんない分かんないって言ってね。 文字文字してないで、文字で置いてください。今、A の X 座標を求めたいなってことでね、T と置きましょう。そうすると、A の X 座標を T と置くことによって、放物線 Y これ X2 乗上に A はありますからね。ってことは、X に T を代入することによって、A の Y 座標は T の2乗というように表現することができます。そしたらですね、 正三角形ですが、これ A からですね、これ垂線を下ろします。ピッ垂線を下ろすと、これ真っ二つになりますね。えー、こ、こっからここと、こっからここの長さが等しくなります。で、今、こっからここの Y 座標は t の2乗なので、B の Y 座標はこれね、t の2乗を2倍して、2t2 乗と、ここの Y 座標は 2t2 乗と。つまり、 えー、ここのね、正三角形の一辺の長さね、今求めた一辺の長さが 2t2 乗という形で表現することができる。そこまでわかります。そしたら、今、b の y 座標が 2t2 乗なので、b の座標はね、これ放物線上に乗ってますから、乗ってるってことはね、代入できるってことなので、y イコール x2 乗に、このね、y に 2t2 乗を代入します。 2 t 二乗イコール x 二乗になってここで x を求めたいわけですがえこれプラスマイナスルート2 t 二乗になりますねプラマイルート2 t 二乗になりで今これ t ってこれ正ですねこれ今こう a の x 対応正設定なのでってことはまあプラスってわかってますからそのままね二乗とルートで打ち消し合ってそのまま t としてしまっていいわけですね で、しかもですね、今 C の X 座標は、これ、マイナスですよね。えー、こっち側にありますよね。なので、今求めたい X 座標はマイナスですから、プラマイって出てるけど、マイナスの方。従って X 座標、マイナスルート 2t と。ここのね、X 座標はマイナスルート 2t というぐらいに表現することができましたよということになりますね。はい。そしたらですね、えー、続きまして、 どんなところに注目するかということなんですけれどもちょっとここ H としましょうかそうするとですねこの三角形 ABH ねこれにちょっと注目しますここの角度あ消えちゃったここの角度がですねなんかこう消えちゃったここの角度がこれ 30° 度ですよね正三角形ね真っ二つにしてますからこれ 309060° の形になっています そしたら、今、えっと、こ、ここの AH の長さありますよね。これって t で表現できてるじゃないですか。できるじゃないですか。この A の xy 表から H の xy 表、つまり C の xy 表を引けば、ここの長さを t で表現することができて、また BH の長さっていうのは、これは t の二乗ですよね。まあ、ここ 2t 二乗で、ここ t 二乗だからね、t の二乗になります。そうすると、こことここの比が、これ、一対 ルート3になりますよねそこでちょっと式立てていくんですね。えー、つまりこの bh と ah が一対ルート3なので bht の2乗と aha の x 表から c の x 表を引いたものです。つまり t 引くスルート 2t。つまり t+ ルート 2t。 ま、これ、えー、t でくくっておくと、えー、カちょっと順番逆にしますが、ルート2たす 1t ということになりますね。こっからこう長さということで、えー、カルート2たす 1t イコール、えー、1対ルート3と。ここから t を求めることができますよね。で、そしたらですね、えっ、ー、と、今、 えっと、t を求めたいんですが、これね、えっ、ー、と t は0でないってことは分かってますね。a の x が0じゃないですね。そういう時はもう0じゃなければ、もう t で割ってしまっていいです。t0 じゃないので。この t 邪魔だと思って、ね。そうすると t 対、t で割って消えて、ルート2たす1イコール1対ルート3というぐらいになりますね。そうすると、外側と内側かけて、 外側かけたものがルート 3t イコールルート2たす1。したがって t イコールルート3分のルート2たす1というぐらいでますね。で、今求めたいのは何回も言いますが、えー、この b のね、一辺の長さ、この bc の長さ、つまり 2t2 乗ですね、を求めたいわけなので、えー、これ t の両辺、えー、と、さらにですね、 えっと、これ二乗します。そうすると、これ二乗するってことは、これ、ルート3分の、ルート2たす1。これを二乗することなんですね。これ全体を二乗します。と、二乗、全体の二乗はね、分母を二乗して分子を二乗しますから、ルート3の二乗で3。で、カッコ、ルート2たす1の二乗。で、このルート2たす1の二乗は、えっと2、2たす2ルート2たす1。つまり、これ3たす2ルートになりますね。なので、3分の、 3+2√2 という具合になり従って今求めたい 2t 乗ですね一平の長さ 2t 乗というのは最後これを2倍してこれを2倍することによって3分のすこれがね求めたい答えと え最後これを2倍して分子を2倍したらいいですかね。3分の6足す4ルー2というのは答えになるわけです。はい。で、えっ、ー、とまあ今このようにして解きましたが、えー、ここの t を求める下りなんですけども、まあ実はですね、まあ、ちょっと公式を使って解くこともできます。えっ、ー、とこの ab っていうのはこれ放物線上のね2点を通る直線になっているわけですけども、えー、これねぜひ 知らない人はね、これ使えるようになってほしいんですけども、ここね、ちょっと消しておきましょうか。ちょっと消しますが、えー、ここ、p、q で y イコール、y コール a x 二乗だとします。そうすると、この傾きですね。この傾きは、a 括弧 p たす q。まあこれね、高校入試独自の公式なんですよね。 大学入試だとこの放物線上がちょっと動いちゃうのでちょっと使えないんですけども傾き A 括弧 P 足し Q っていう公式があります。で、これがね結構で便利なんですよ。これちょっと自由自在に使いこなせるようになってほしいんですけども今 AB の傾きここ1対ルート3なので X の増加量分の Y の増加量でルート3分のマイナス1つまりこれマイナスルート3分の1ってわかるんですね。で、ここでえとこの公式を使うんですね。 えー、この公式というのはこ、これ、この公式です。今、x 座標がマイナスルート2と t ですね。で、y イコール ax2 乗の a っていうのはこれ1です。なので、えー、この ab の傾きは a 括弧 p プラス9。つまり、1括弧マイナスルート 2t たす t と。イコールマイナスルート3分の1と。 有識が成り立つんですね。はい。で、こっから t を求めることもできますよってことですね。ちょっとこれ一応めんどくさいけど、計算しましょうかね。えー、っと、ちょっとマイナスかけといて、ちょっと符号を変えて、ルート3分の1イコール、こっちでマイナスかけると、ルート 2t 引く t でなりますね。で、ルート 2t 引く t は、これ t でくくれば、ルート2引く1ですから、えー、ルート3分の1イコール、 えー、ルート 2-1t で、で、ここで、えー、どうするかっていうと、ルート2たす1をかけます。これ、ワト3の積を使うんですね。まあルート2-1で割ってもいいんですけど、ルート2たす1をね、両辺にかけることによって、ルート2-1に、ルート2たす1かけると、ね、ワト3の積で2-1で1になりますね。なので、ここ 1t、イコールルート3分の、 √2-1、えー、ということでまあさっきちょっと消しちゃいましたけどねちょうど、えー、これが出てきます間違えました正しくはこちらの式になりますねルート2-1ではなくてルート 2+1 ですそうするとこう2乗してこうなってみたいな感じで同じようにして解くことができるというわけですはいということでまあねこの放物線特有のね ちょっと知識。まあ結構ね、入試問題で正三角形なんかよく出てきますのでね、ね、えー、この辺の絡みの問題ですね。これ高校入試ならではの問題かなというふうに思います。ぜひね、文字で置くところとかね、そういうところもね、ぜひ慣れてほしいです、えー。こちらに書きましたね、オンラインの数学塾やっております。えー、この辺のね、ちょっとマニアックな高校入試特有の知識をね、もっと習いたいっていう方ですね。えー、ぜひ、えー、私のもとに、ね、 えー、受けていただければね、こういったテクニックね、すべて提供できますので、あのこの YouTube チャンネルはですね、まあ、なんだかんだ言ってですね、あのもう高校入試の問題をたくさん上げてはいるんですけれども、まあ、YouTube なので、すべてなんか披露しているわけではないんですよ、私もですね。えー、高校入試の特化しているものっていうところをにな,なったときですね、あのー、やっぱり、 ちょっとそうするとですねなんか YouTube 上再生されにくくなっちゃうんですよ。あまりにもちょっとマニアックになっちゃうんですね。なのでこう,いうこういった問題もねもちろんちょいちょい上げていきますけどももっとがっつりやりたいっていう方はですね是非の私のね元のオンライン数学塾にね受けていただければねあのがっちりやっていきますのでね興味ある方はねご連絡いただければというふうに思います。以上で解説終わります。